な勝ち点が10点満点ですよね、はい、両方とも素晴らしかったわけですが、この 9.887 と 9.825 の差はどの辺にあったんですか。やはり着地と言っていいんじゃないでしょうか。あ、着地が決まった分この差がつきましたか。あとその E 難度の技が堀熊選手にはなかったんです ね、 なるほどね。そういった点も あるかと思いますけれども、私演技の前に堀熊選手世界一の演技、とにかくサバエの世界選手権から世界選手権オリンピックは負けなしの堀熊が、まさかこのサバエワールドカップでですね敗れるとはちょっと予想しませんでした。そうですね、新しいチャンピオンが生まれましたね。そうですね、そして日本の会も4位大健闘の女子でした。はい、これは非常に自信になると思います。女子の段違い平行棒の表彰式が続いていますが、男子の方でもメダルが見どころ、一言男子伺いましょうか。そうですね、やはり勝負のメダル可能性あるんじゃないですか。そうですか、塚原期待しましょう。そうですね、さあ女子の方はさすがさん。そうですね、やはりゴジアン、フルキナ、そういった世界選手権の上位選手に期待がかかります。明日の放送もぜひ生中継でお楽しみいただくことにいたしましょう。それではスタンドオムスキーからこの辺でお別れすることにいたします。